ジャンフランコゾラ OBE は、イタリアサルデーニャ州、オリエーナ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。選手時代のポジションは、MF、FW。相性は、サルデーニャの魔法使い、マラゾーラ、マジックボックス。1984年、ヌオレーズ・カルジョでキャリアをスタート。1989年に、ディエゴ・マラドーナが当時在籍していたセリエへの、 SSC ナポリに移籍、頭角を表す。その後移籍した AC パルマでは、ファウスティーノ・アスプリージャやディノ・バッチョラと共に、中心選手として活躍。在籍期間中に、セリエ A 制覇はならなかったが、1995年に UEFA カップを獲得。これらの活躍から1995年のバロンドールでは、第6位に入った。1996年、 当時のカルロアンチェロッティ監督との確執が原因で、イングランド FA、プレミアリーグのチェルシー FC に移籍し、タイトル獲得に貢献した。2003年、当時、セリエ B に所属していた地元、サルデーニャ等のカリアリカルチョに移籍して、イタリア復帰を果たし、同クラブのセリエ A 昇格の立役者となった。2004から2005シーズン終了後、現役引退を表明した。引退後、 ピエール・ルイジ・カジラギの下で U-21 イタリア代表コーチを務めていた。2008年9月、ウエストハムの監督に就任した。2009から10シーズンをもって解任された。2014年12月24日、フルス・カリアリ・カルチョの監督に就任。アシスタントコーチには、ピエール・ルイジ・カジラギが就任した。2016年12月14日、 バーミンガムシティ FC の監督に就任した。イタリア代表には1991年11月13日に行われた UEFA ユ u ロ9 2予選のノルウェー代表戦でデビュー。当時、同ポジションだったイタリアの司法ロベルトバッチョがいた。しかし彼は怪我のためワールドカップ予選のレギュラーメンバーから外れており、成績の良いゾーラが選出された。 チームは1位で予選を通過したが、アメリカ合衆国で開催された 1994FIFA ワールドカップ本戦には、国内での人気や政治的圧力もありロベルトバッチョが怪我をして、レギュラーメンバーに復帰した。そのためゾーラは、サブメンバーとして帯同することになった。チームは、グループリーグのアイルランド代表と勝ち点、得失点、得点差で同着となり首の皮一枚で、 決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ナイジェリア代表戦においても、後半残り22分1点を追う展開で途中出場をするも12分後、主審の不可解な判定によって一発レッドの退場処分を受け、チームは最大の危機に陥った。しかし、同チームはロベルト・バッチョの奇跡的な活躍によって逆転しその後、ゾーラは、 出場機会を失い、結果としてこれが唯一のワールドカップ出場となってしまった。大会後、バッチョが代表から外れたことで、出場機会を得るようになり、u e f a u ロ9 6予選では、中心選手として予選突破に貢献。1995年11月15日開催のリトアニア戦では、ハットトリックで勝利をもたらし、イタリアは、 ユーロ本大会への出場を決めた。1996年の本大会では、決勝トーナメント進出をかけたドイツとの第3戦でペナルティキックを失敗し、グループリーグ敗退した。1997年10月11日に行われた 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のイングランド代表戦が最後の試合出場となった。 代表での通算成績は国際 A マッチ35試合出場10得点。ありがとうございます。